いらっしゃいませー。それじゃあ、ゲーム動画始まるよ。やあみんな、今日は固有の砦からだぜ。外から見ると砦っぽかったけど、中に入ると遺跡みたいな感じだな。かなりの仕掛けがあってなかなか楽しいぜ。こんな観光施設が一つぐらいあってもいいと思うんだけどな。運動も観光もできて、一石二鳥だぜ。ちょっと危険だけどな。それでは本編だ。お番です。今回は、なんと3回もメンバーを入れ替えるよう。まずはこんな感じ。それでは行くよう。スラッシュ全開はごめんね。覆面霊媒師さんもよろぴく。今回のメンバーは、攻守のバランスがいいね。ジルベルトは攻撃で、スラッシュは守備固めに徹してもらおうかな。さあ、それではレッツラゴー。前回よりもテンション上がるぞー。中は意外と綺麗なんだね。もっと朽ち果ててるかと思ったよ。うお、長い。ゆっくりは、こういう手すりや柵がない、高いところは苦手だよ。まあ、手すりあっても使えないけどね。まずは左の道から行くよー。また長いな。加速。今度は迷路か。とりあえず真ん中に光ってるやつがあるから、そこを目指していけばいいんだよね。どうやらなんとかして中央の台を、下ろさないといけないね。確かこれって、キャラクターの順番が関係あるんだよね。こんな感じだったような。まあとりあえずやってみるか。ええや。さあ、これで真ん中に到達できるようになってるはず。余裕でしたね。えへー。あれ？お？嫌な予感しかしない。ま、さ、か、ダメだこりゃ。チェックショー。もう一回チャレンジ。うがー、ダメだった。うわー、間違えたー。どうやってこれやるんだっけ、忘れた。そしてめんどくせよー。あ、思い出した。これって確か、最初の順番でいいんだった。よっこら小一。あ、やっぱり、手前の青いスイッチまで行けるようになった。ポチッとな。そして次は、一回だけセレクトボタンを押して、青いシートに乗っかって、それからもう一度祭壇まで行けば、OK だったはず。
なんかセルジュが先頭じゃないと、変な感じがするから、元に戻しておくよ。あ、これ真ん中まで行けるな。まあ、終わり良ければ全て良しだよね。えっへっへ。オーフ。なんかあの出っ張りが怪しいね。あ、通路ができるんじゃなくて、そっちが下がるのね。また降りなくちゃいけないじゃないか、なんて面倒な仕掛けだ。これってやっぱり、先天属性の数だけ、仕掛けを解かなくちゃいけないんだよね。次は簡単なやつだといいな。またか。今度はシンプルだね。なるほど。宝箱の開け閉めで、通路を動かしていけばいいんだね。こういうやつの方が、ゆっくりは好きだよ。その動きはなんかずるいぞ。そういえば、前回セルジュが新しい技を覚えたらしいから、早速ご披露するよ。で、うおーおー当たらねよし、これで終わりだね。多分これは、入り口近くの部屋まで行けば良さそうな感じだね。あれ？ここは外れか。2回目の分岐を間違えたようだね。修正修正。さあ、とっとと仕掛けを解いてこようか。うわあ。こいつは、巨大ネバルーだよ。魔法防御がザルだから、バンバン先天属性と反対の、赤のエレメントで攻撃したいけど、フィールドに赤があると、強力な攻撃をしてくるから、それ以外のエレメントで攻撃していくよ。とか言いつつ、赤のエレメント使ってしまったー。癖だからしょうがないと諦めるよ。それに、必ず使ってくるわけではないからね。その前に倒しちゃえばオッケー。なんだろう。ネバルーみたいのをペットに欲しいな。枕にしたら、気持ちいいと思うんだ。
弱っ。エレメントの方は、いいダメージだね。よすよす。おっと、フィールドがすべて青になったから、急いで青を消していくよ。ネバルーの形が崩れてきたから、もうそろそろ倒せそうだね。頑張れ色男、少しはいいとこ見せないと。倒しきれなかったか。セルジュは安定して強いね。さすが主人公。さあ、あと4つだね。そして、メンバーを入れ替えるよ。それでは入れ替え第2弾いくよ。いよ、久しぶりだね。そういえばレナも全然出番なかったね。さあ、次のボスは確か緑だったから、同じ緑のフィオちゃんは受けるダメージが、少なくて済みそうだね。ちょっと打たれ弱いメンバーだけど、そこは魔力の高さでカバーだね。次も迷路だったから、加速。ここは道が狭くて、敵も多いから苦手なんだよね。あの機械とか、紙のお化けとか、面倒な敵が多いのも苦しいとこ。まあ、その分面倒な仕掛けはないから、頭は使わなくて済みそうだね。ペーパードールは、強力なペーパームーンを使ってくるよ。いくら装備を整えていても、連続で使われると、全滅する危険もあるから注意だね。
の機械、うるさいね。叩き壊してしまいたいけど、大していいもん落とさないんだよね。旨味が少ない。こいつはタイミングさえつかめば、こんな風に避けられるよ。邪魔ふいー、やっと着いたよ。ボスが堂々と待ち構えているね。ここまで来るのに疲れているのに、ボスかよ。このボス、ドラグナーは、緑属性だからって反対属性の黄色で攻撃すると、ヒールエンドで回復してしまうんで、別の属性のエレメントで攻撃するのが、好きだよ。魔法防御も大したことないので、しっかりとエレメントの色に注意して、緑を少なくすれば大丈夫かな。さすがフィオ。同じ色の属性だけあって、あまり食らわないね。これがルチアナとかだと、瀕死になるくらい削られているよ。レナの使う武器って、確か装備できるのは、ママチャとオーチャくらいなんだよね。だから強化してないんで、物理攻撃はかなり弱いままです。危ない危ない。間違えて黄色のエレメントを使うとこだった。またもやフィオがファインプレイ。フィオが受けてくれるおかげで、回復の手間がだいぶ省けているよ。それでは、フィオの新しい固有エレメントを披露しますよ。どうぞ。攻撃も回復もできて、なかなかいいダメージも与えられたね。いいぞいいぞ。もうちょいで倒せるはずなんだけど、HP が高いなぁ。一応、レナも装備をがっちり固めているだけあって、そんなに食らわないね。装備は大事。今日は予想外の大活躍のフィオで締めるよ。これでようやく半分が終わったね。ではでは、メンバーチェンジ。
最後はこうなりました。久しぶりの、自由枠復活。初の自由枠。自由枠は誰にしようかな。ラッキー弾は最近乗ってるね。決めました。自由枠は、つまるに決定しました。仲間になってから、しばらく出番なかったしね。それでは行きますか。いきなり加速。確かこの仕掛けは、下から2番目の選択肢を選べばよかったはず。ほらね。上の階に上がる、エレベーターが出現したね。これで先に進めるよ。サンペイサーは、ガッチガッチに硬くて、しかもモードチェンジしてくるから、かなり厄介な敵だよ。たまにホーリーを使ってくるから、トラップでしっかりと回収しておこうね。しかし気持ち悪い顔だ。こっちくんな。ちなみにこれを食らうと、混乱状態になるよ。混乱されれば、そりゃ混乱するよね。嫌な笑顔って、こういうのを言うと思うんだ。全然効いていないように見えるけど、こいつは体力が365しかないから、すでに半分くらい削ってると思うよ。また詰まるか。合掌。ミスったね。よかったよかった。おお、この顔は確か。アンチブラックは、黒のエレメントが使えなくなるよ。でもね、大事なのはそれじゃなくて、次のターンにホーリーを使ってくることなんだよ。だから急いでトラップを張るよ。ごっさんです。またホーリーのモードですな。これはもう一つホーリーをいただいて、しっかりと強化しておきましょう。
いただきます。えっへっへっへこんだけ強化できればいいかな。さあ、もう用なしだ。一気に肩をつけるよ。汚い笑顔で昇天。制作者の遊び心を感じる。今回はこの辺まで。次回は固有の砦をクリアするよ。ではでは。お晩です。今日はいきなり始めてくよ。あれ？この風景どっかで見たことあるよね。なんだっけか。よく思い出せないや。考えてても仕方がないので、さっさと行こうか。そういえばここって、夢で見たあの遺跡そっくりだね。あの夢の最後は、扉を開ける前で終わってしまったんだよね。あの扉を開けてしまうとどうなるんだろうか。まあ、そんなの開けてみなきゃわからないね。とりあえず、あの扉を目指していこう。あ、そうそう。今回は雑魚は全部カットだけど、ビーチボーイ先生は出てこないよ。こんな盛り上がっている時に出てきたら、今日ダメだもんね。はは。最後の仕掛けを解除して、中央のエレベーターを作動させるんだけど、ここまで夢と同じだと、少し気味が悪いね。スイッチ押すだけの簡単なお仕事で。夢と違うじゃん。亀井は、ヒートを使ってくるので、ここでもしっかりとトラップを張って、奪っておくよ。準備 OK。 あとは、適当に攻撃して、ヒートを使うのを待とうか。とりあえず防御して、動かざること山の。普通にミスりました。再度挑戦、頼もう。
途中までやることは同じです。トラップを張って、奪って、殴るだけの簡単なお仕事です。しかし、この亀井さん、ビーチボーイ先生といい勝負だよね。一体何がいい勝負なのかって？それは、まあ、あれですよ。そんなことよりも、可愛いラズリーを見てリフレッシュしましょう。はい、ごっさんです。フィールドが真っ赤になっちゃったけど、倒すのに時間はかからなそうなので、大丈夫でしょう。忘れないうちに、恒例の盗む。フリクションは、黒の攻撃エレメントだよ。黒のエレメントは、ここまで少なかったから重宝するね。ちょっとだけ愛嬌が出てきたね。でもキモいから、さっさと倒すよ。亀井第二形態は、先天属性が赤から黒に変わってるよ。しかも今度は、フリクションを使ってくるので、しっかりと準備しておくよ。準備完了。ここからは、白のエレメントで一気に攻撃していくよ。白を使う前に、キッドの新しい固有エレメントを披露しますよ。ついでに、ラズリーノも使っておくよ。瞬きしないでみてね。これはいいものを見させてもらった。さあ、あとはフリクションさえいただけば、亀井さんに用はないね。あざっす。まずは下準備として、亀井の魔法防御力を下げておくよ。こっからは、白のオンパレードでいきます。一気に畳みかけていくよ。亀井も、そう簡単にはやられないようです。しっかりと回復してから、反撃に移るよう。前回サンペイサーから、命がけで奪った、ホーリーで終わらせるよ。ウマルの苦労が報われたね。
あ、またちょこっと残った。悔しい。そしてまた、普通の攻撃で終わってしまった。ダメージ調整って難しいね。さあこれで、いよいよあの扉の向こうに行けるよ。ワクワク。きっと、気のせいだ。さあ、行くぞジャコツ大佐は、通常攻撃がやや強いので、きっとニュイークを使ってもらいます。恒例の盗むは、その後で。オーフ。まあ、こんな時もあるさ。これはゴリ押しでなんとかしなさいっていう。ゴリ押しの神様のお告げだ。きっと2攻撃が集中してるね。このままだと危ないので、ここはラズリーに癒してもらいましょう。ナイフだけは、シルエットにならないんだね。スタミナリングだと、しけたじいさんだ。黄色属性なので、こっちは緑を多く使うよ。そうすればダメージも減るだろうしね。
大佐が、5度くらい傾き始めました。大佐に限ったことではないですが、残り HP が少なくなると、すべての敵の、待機中のモーションが変わります。なので、計算なんてしなくとも、大体の敵の体力が把握できます。細かい作りでいいですねー。山猫戦です。山猫は、セルジュのグリッドにセットしてあるエレメントを使ってきます。なので、早めに強力なエレメントを使っておくといいです。ホーリーなんて使われた日は、運が悪かったと諦めましょう。セルジュとラズリーには、ホーリーがセットしてあるので、2発食らわせれば、ほぼ勝利確定です。フィールドがすべて白になったので、セルジュの通常攻撃が、倍近くの威力になってるね。属性は大事。
さーて、山猫にとどめを。あれ？なんじゃこりゃあ。ちょっち待ってくださいよ、きっとサンセルジュが山猫で山猫がセルジュで、あわわわわわわ、たんまたんま。とりあえずセルジュをボコるよ。いててて、やめてけれ、助けて。あふん、念願の夢が叶ったぞー。ああ、気持ちよかった。って、そんなバカなこと言ってる場合じゃねえ。体力がもうないよ、どうする。ここはもう攻撃は最大の防御って、ゲームし攻撃するしかないよね。セルジュさえ倒せばきっとみんなも気づいてくれるはず。ダウンキ。あー、もうダメだー。
さて、今日はクロノクロスの時代背景を少し学んでおこうな。ここで基本的な流れを押さえとかないと、後で話についていけなくなるぜ。クロノクロスは、クロノトリガーの時間軸と、リンクしてるので、まずは共通の原始から古代の時代を見ていくよ。まずは原始だな。BC6500 万の頃、原始人と恐竜人が互いに争っていた。ふむふむ、そんな中、地球外生命体ラボスが落下。人類は恐竜人との戦いに勝利し、ラボスに触れて進化する。すみません、マリサさん。ラボスってのは何なんですか？簡単に言うとこれだな。ジェノバみたいなもんだぜ。そして古代、BC12000、魔法王国ジールが、ラボスの力で発展。しかし、ジールはラボスにより滅び、次元の渦に人々が飲み込まれるぜ。その中には、魔法王国ジールの王女、サラも含まれていたんだ。マリサさん、サラってどんな人なの？マリサ様みたいに可愛い、パツキンの姉ちゃんだぜ。さて、ここからはクロノトリガースタート時の、時間軸だよ。英霊千年。クロノ、ルッカ、マールの三人がひょんなことから、時空を超えるぜ。時空を旅してる間に、滅びゆく星の運命を知り、歴史改変を行ったんだ。歴史改変を、星の運命を変えることに成功したものの、英霊戦後年、ガルディア王国は、軍事国家パレポリにより滅亡。そして、英霊戦10年、セルジュの生死分岐。英霊戦20年、セルジュが時空を超えて、現在に至ります。今の段階では、この辺りを頭に入れておけば、大丈夫だぜ。他にも重要な人物がいるんだが、これはまた、話が進んでから話す予定だ。そういえば、クロノたちの活躍で、世界は救われたんだが、魔法王国ジールの王女、サラは結局行方不明のままなんだな。大体こんな感じかな。これからは、話が急展開で進んで、大事なワードとか、いっぱい出てくるんで、注意してね。それと今回解説しきれなかった、クロノトリガーの話は、クロノトリガーをプレイするか、ウィキ先生で調べてみてね。おっし、それでは本編行くぜお、ノイズすごくて、録画失敗したかと思った。今思うと、こういう細かい演出が良いですね。おばんでーす。前回は山猫に、体を乗っ取られました。見た目は山猫、頭脳はセルジュです。なんか変な絵本の世界みたいなとこに、飛ばされてしまった。これもすべて山猫のせいだ。この体でたくさんピンポンダッシュとか、不法侵入とかして、山猫の評判を下げてやる。ではでは、早速有言実行。勝手にお邪魔しまーす。いつもやってるけどね。うお、このシリーズ通して初めて、不法侵入して怒られた。今までの人が寛大だったのかな。
とっても深い話でした。でも確かに、かけがえのないものほど、簡単に失われてしまうんですよね。ゆっくりも、震災の直前に奮発して買ったグラスが、いとも簡単に地震で壊れてしまいました。すり鉢と、100円ショップで買ったコップはなぜか割れなかったけどね。まあ、スプリガンが言ったのは、そんな次元の話じゃないですけどねー。おお、これはこれは失礼しました。いきなり一緒に行くよと言われても、ときめかないのはなぜでしょうか。まあともかく、仲間が多いのは良いことです。この変な世界から早く脱出して、山猫のやつに仕返しをしなくちゃ。行くぞー。あれ？最初は変な世界だと思ってたけど、意外といい感じだね。落ち着いた雰囲気で。うん？いいじゃんここ。でも、のんびりしてらんないので、急ぐよ。キッドとか、ラズリーとかどうなったか気になるしね。ここで、みんな気づいてるかな？よーく見ると、滝の水が下から上に流れているんだよ。やっぱりカオスな世界だ。宝箱はしっかり回収していきます。急がが回れってやつですよ。貴重な蘇生エレメント、リバイブを手に入れました。これで、あいつと戦闘するときに、きっと役に立つはず。おお、つくよみ。もしかして味方してくれるの？ずいぶん意味深な発言だね。体が変わっても、意識がセルジュであれば、セルジュ自体は存在してるのでしょうか。ではもし、記憶を失ってしまって、目が覚めたら、みんなが自分のことを、セルジュって呼んでも、当の本人には、その自覚がないわけだから、その場合はセルジュという存在が、消滅することになるんでしょうか。個人的にはやはり、意識がセルジュであれば、
セルジュは存在していると考えています。意識がしっかりとセルジュであれば、周りの人間が、セルジュを忘れてしまったとしても、セルジュは存在することになります。そうして考えていくと、記憶を失うことはとても恐ろしいことですね。周りの人間が、自分を知ってれば、客観的に見たセルジュは、存在してることになるでしょう。しかし、主観的なセルジュはどこに行くのでしょうか。自分の中の自分が、存在しなくなってしまう。それなのに周りの人間は、自分を知っている。だけども、その自分を、自分は知らない。それでは、今、意識のあるこの自分は何者なのでしょうか？人間とは、自分が何者なのかが重要なのかもしれません。だから、職業とか、肩書きとか、名前を持とうとするのではないのでしょうか。はい、そんなこと話してたら、出口に着きました。ともかくこの山猫は、セルジュで間違いないです。それだけははっきりしました。聞くよミキター、皆さん、お待たせしました。さっさと、この騙し絵の世界を脱出しますよー。早速スプリガンの固有エレメントを披露していきます。だけどもその前にカオスモンキーのとどめをスプリガンにさせます。そうすることでスプリガンが使えるモンスターを増やしておきます。ではでは、変身、だ、れ、に、し、よ、う、か、な。今後使うことのない、ビーチボーイ先生になりました。インパクトだけはすごいですねー。せっかく山猫になったので、固有エレメント使ってくよー。ビーチボーイ先生、出番なく終了。ここのマップには、ミスリル銀があるので、必ず回収しておこうね。これで大幅に強化できるよ。それでは、しばしこの、騙し絵のマップをお楽しみください。はい、これで画面手前側に行けるようになりました。ちなみに、ウプ主は、中学校の美術で、このマップの絵をパクらせゲフンゲフン。参考にさせていただきました。初めて A 評価をもらいました。感謝感謝。魔剣士の証は使うかわかりません。一応回収。こっち側はこれで終了かな。よっこら小八。さらばカオスワールド、結構楽しかったよ。おお、帰ってきたどう。懐かしのヒドラの沼だね。
聞く読みはきっとと違って、すぐ褒めてくれるね。これはこれでいいな。あいにくだけど、あまり雑魚と戦ってないから、お金カスカスなんだよね。宴は今度だよ、おばあさん。覚えてますよ、すべてが始まった地、おばあさの浜ですな。すべての始まりは、そう、10年前のおばあさの浜なのですよ。今回の話に、そのヒントが隠されているよ。わからない人は後で解説しますので、安心してね。これは嫌な予感しかしない。とりあえず浜に行きましょう。でもその前に、ちょっとだけ寄り道。おーおーおー。ヒドラの子供があんなに大きくなってるね。これはめでたいめでたい。お母さん、今日はお赤飯を炊いてください。あ、お赤飯に甘納豆を入れるのを忘れないでね。とりあえず、この森は大丈夫そうだね。それでは、今回はこの辺りまで。次回もよろしくお願いします。おっす、みんな久しぶり。今日の風景だぜ。今日は天竜の島に来てみたぜ。どこまでも青い海が続いて綺麗だな。階段とかに腰を下ろして、のんびりとこの風景を眺めていたいもんだぜ。そういえば、この島に青い顔した、化け物が出るそうだぜ。まあ、そんなのきっと噂だけどな。それでは、本編行くぜー。お晩です。今日は前回の予告通り、おばあさの浜に行って、アナザーの世界に戻るよ。これ以上、山猫に好き勝手させるわけにはいかないしね。ではでは、お守り袋を使ってアナザーの世界にも。あれ？何も起こらないよ。どうしよう。それにしてもばあちゃん。ずいぶん軽いね。家族なら分かってくれるかな。とりあえず行ってみよう。うお、入り口のじいさん、こんな偏屈じじいだったのか。うわあ、元に戻ったら覚えてろよ。毎日無視してやる。
お腹が空いたから、少し寄り道。ウェイターさん、お久しぶりです。言ってることと、やってることが全く違うぞ。くそー、こいつも信用ならない人間だ。うりうり。よし、こうなったらレナのとこに行こう。きっとわかってくれるはず。チワース。そうです、私がセルジュです。ブワ、レナまで信じてくれない。まあ、仕方ないといえば仕方ないよね。それでは母親のとこに行ってみよう。ただいまー。お、さすが母ちゃん、話聞いてくれるんだね。山猫はこっちの世界でも悪さしてるみたいだね。やれやれ。というわけで、ラディウス戦です。ラディウスのじいさんは、回避力が高いので、確実に攻撃を当てていくことが大事です。というわけで、スプリガンのスタイルコピーで、命中率の高いモンスターに化けます。今回はエフトを使います。こいつは攻撃力、命中率に優れているので、これで一気に押し切ります。ラディウスの体力はそんなに高くないんで、しっかりと回復させつつ、攻撃を積み上げていけば大丈夫だね。念のため、防御面もしっかりと固めます。福読みちゃんはできる子です。では、スプリガン先生よろしく頼みます。それでは、前回見せられなかった、山猫の固有エレメントを使います。なかなかいいダメージだ。
62で締めます。かっこよく今回は決まるのでしょうか。決めましたー。久しぶりにうまくいったね。ちょっと待って、平均年齢がぐっと高くなるんですけど。まあ、いいか。スプリガン先生が200歳超えてるしね。焼け石に水みたいなもんだよ。だいぶ仲間が減ってしまったね。これでは縛りがあってないようなもんなので、今回は仲間を一気に増やしていくよー。おお、さすがはお母さん、いいこと言うねー。はーい。それでは、テルミナの町へ行って、情報収集に励むよ。つくよみは2番目に入れます。それがこだわり。今喋っていたのが、パレポリの兵士です。こちらの世界では、テルミナの町もパレポリの支配下にあります。アイテム回収してから行くので、倍速ついでにニワトリスを退治していきます。晩飯も欠かせない。町へ行く前に、ちょっとだけ森に寄り道します。タコチューも久しぶりだね。うん、あの唇がいいよ。この敵は、モベちゃんです。顔と胴体までは可愛いけど、手足はコオロギ見たくなってます。残念。誰か品種改良してくれ。ひちなみに、モベちゃんはスプリガンが習得できるので、とどめをさせます。ナイスバーさん。移動はカット。よしよし、トータンを見つけてやるのら。
ソースやすごいアイテムもらえるかもしれないしね。ではでは、探索うわ、こんなとこにもいたのか。あれ？もしかしてあなたは。待ってました。これも私がいろいろ計算してうまく出口へ導いたおかげですね。えへー。うお、なんだこのおっさん。こんな森でアウトドアか。お宝とキノコ交換か。いいよあげるよ。これは、任天堂さんに怒られるよー。リアルキノピオってこんな感じなのかな。言ってる意味がよくわかりませんよ。勝手に食べたんだし、やつ当たり良くない。え、つくよみちゃん、本気ですか？また変なのが増えていくよ。うわーん。まあ、仲間が少ないよりはいいのかな。では、お宝を入手して次行くぞい。パレポリに制圧されてしまって、活気も何もないね。とりあえずじゃこつ館に向かうしかなさそうだね。その前に街をいろいろ見て回るよ。毎日磨いてたおっちゃん、とても寂しそうだね。そして、鍛冶屋にやってきました。装備の強化は欠かせない。お店閉めちゃうの？せっかくいっぱいミスリル手に入れたのに。
カーシュの父ちゃんだし、戦力的にも申し分ないね。ぜひ一緒に行きましょう。そういえば、バンクリフの坊ちゃんがいた、豪邸が見当たらないね。なんかみすぼらしい家があるけど、とりあえず行ってみよう。おお、いた。あの生意気な坊ちゃんだ、こっちの世界ではどうかな。あ、さっきいた人バンクリフの父ちゃんか。あっちの世界と随分違うな。I can do it.
なんか、とてもいいものを見た。後編に続く。それではじゃこつかんで、イシトとかいう人に会いましょう。あの立派だったじゃこつかんが、見る影もないね。では石戸さんのとこへ。入り口は壊れているので、アナザーでじゃこつかんの潜入時に利用した、地下水路から行きます。地下水路で結構迷ったので、カット。宝だ。鍵かかってたか。あれ？思ってたよりも若い人だね。頭良さそうだ。イシトってかなりいい人だね。出来すぎくんよりもいい人だね。こんだけいい人だと、リア充爆発しろとか言えないね。堅物すぎて、モテないかもしれないけど。Thank you.
ようやくまともな仲間ができました。これで平均年齢もぐっと下がるね。それではボートを使って、マブーレのアジンのとこに行くんだけど、その前に寄り道を二つほどするよ。それでは、レッツラゴー。まずは、いきなり固有の砦に向かうよ。何をするかはお楽しみ。こっちの世界の砦も、大きく変わってるとこはないみたいだね。では、こっちの仕掛けもすべて解いていくよー。上手に全部解けました。それでは、エレベーターを作動させて、地下に降ります。おお、こんなところに温泉卵の機械があるじゃないか。しかも特大サイズ。これは早速使うしかないね。あれ？有精卵だったのか。危なくヒナを食べてしまうとこだった。もちろんそうですよ。よしよし、おじいちゃんがお父さんとお母さんのところへ連れて行ってあげようねー。だいぶ人間以外のメンバーが増えてきたね。バリエーション豊かだ。もう、絶滅してるなんて言えない。さあ、次はクラゲ界に行くよ。なんかだいぶ前に、光るものがそこに落ちたらしいからね。オカルト大好き。なんかあそこだけ光ってるよねー。早速ダイブ。あれ、なんか息ができるよ。とっても不思議。なんかお魚もいっぱいいて綺麗だねー。あんまりうまそうな魚じゃないけど。やっぱり一番奥には、宝箱だよね。うっへっへっへー。
ここのお魚は、スプリガンが変身できるものもいるから、しっかりと倒しておこうね。やっはー、焼き魚だ。え、また戦闘？さらに倍速。さあ今度こそお宝。うがあ。やっと取れました。さあ、次はオカルト探検第2弾。謎の生物がいるという、天竜の島に向かうよ。こんな穏やかな島のどこに、怪物がいるというのでしょうか。今回の噂はやはりデマだったのかな。とりあえず、目撃情報が多数寄せられた、島の頂上に向かうよう。あ、あれは、間違いない。宝箱だー。あれ、空箱じゃん。って、うわー。星の子は、体力が減ってくると、強力なウルトラノバを使ってくるから、しっかりとトラップを張っておくよ。防御力は大したことないので、エフトに変身して、ガシガシ削っていくよ。罠晴れましたー。これでだいぶ安心して、戦闘に臨めます。一回の攻撃で130近く削れるので、割と早く決着がつきそうです。山猫とつくよみは、先天属性が黒で、星の子と正反対なので、防御面では十分対策をしておきます。ウルトラノバは無効にできても、全体攻撃のコネクトはどうにもできないので、回復もしっかりと行おうね。それができたら、可愛い星の子を眺めていましょう。おお、かわいいかわいい。げ。
今のは、ちょっと可愛くない。ということで、お仕置き。高ーい高ーい。リカバーで回復したら、ウルトラノヴァのサインです。ごちそうさまでした。かっこよく決まりました。待てー、あんまり長く追いかけっこしてると通報されちゃうから急がねば。ついについに、宇宙人まで仲間になりました。これで怖いもんなしだね。
次回に続く。ご視聴、どうもごちそうさまでした。やあ、皆さんご機嫌いかがかな。今日は海上歓楽街、ゼルベスからお届けだぜ。やっぱり人生に娯楽は欠かせないな。楽しんでなんぼだぜ。だけどもな、世の中には、楽しんでいるように見えても、内心ではそうではない人もかなりいるんだよな。きっと、少しでも、厳しい現実から離れていたいんだろうな。現実から逃げていても、何の解決にもならないけど、もう一度歩み始めるってのは、口で言うのよりもかなり難しいんだぜ。では本編行くぞ。大番です。前回でかなり仲間が増えたので、今回よりサイコロ復活です。今日はこのように分けました。ではでは行くぞい。イケメンですか。戦力的には、問題ないね。う。無才。というわけで、今回はエリートの石戸くんと、鍛冶屋の雑把になりました。イケメンとおっさん、意外とバランスの取れたメンバーですな。それでは、視界へと行くために、マグーレのアジンさんの元へ行きましょう。あっちの世界では、すごい嫌われようだったけど、こっちでは大丈夫かな。ホームの世界の、BGM もいいよね。なんか冒険するぞって感じ。到着しました。今回は石が飛んでこないといいな。おお、なんじゃこれ。なんか無害だからいいや。ハイソン、アジンさんたちはどこに行ったの？いないみたいなので、探検家のトマ14世さんに聞いてみようかな。まずは、この村のことを聞きます。教えてたもん俺。そうなのか。こっちの世界でも、アジンさんたちは難儀してるみたいだね。ではでは、次は視界のことについて教えてください。物知りな賢者さんが、こっちの世界でもご健在ですか。早速ゼルベスまで行きます。ゼルベスっていうのは、船を改造した歓楽街で、かなり賑わっているよ。お、あったあった。こっちでも、スラッシュの人気はすごいねー。こんなに人気があるなら、今度あっちの世界に行った時に、スラッシュのマネージャーにしてもらおうかな。
それにしても随分でかくて派手な船だね。船長さんは、多分あの人なんだろうけど、同じ人物とは思えない。おお、猫だ。かわいいなぁ。いつか猫になってみたいなぁ。チーッス、ミキティ。こっちの世界でも、スラッシュと一緒にバンド組んでるんだね。ナイスバディのミキティの不安です。え？いや、そんなことないです。実際のところは、やっぱりラズリータンかなとか。いやいや、あと数年待てば、マルチュラタンの方が可愛くなるかなとか、これっぽっちも思ったりとか全然してないですよ。魂の共鳴？あ、舞台のことだったのか。恥ずかしい。さて、ミキティにも会ったし、賢者を探しに行きますか。お取り込み中なので、ちょっと別のところに行ってから来ようか。っていうか、人魚って歩けたんだね。また一つ賢くなりました。おお、やった、マジックだ。ちょっと賢者のことは置いといて、これを見てから探そう。
すげえすげえ。パチパチパチ。おお。おお。パチ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 。おお、この魔術はすごい。本当に猫になったよ。あの生意気なジャッキーくんが、可愛いもんだな。ふう、面白かった。さてと、賢者探しを続けますか。ザッパ、何やってるの？動きが危ないよ。選ばれなかったのが、そんなに悔しかったのかな。でもね、冷静になってみな。おっさんと女の子を宙に浮かべるとしたら、どっちが見たいと思う？すいませんでした。どう見てもあの人が賢者だね。後をつけますとりあえず、ファルガのところへ許可をもらいに行きます。簡単に出してはくれなさそうです。賭け事はゆっくりが大得意だよ。ここは泥製の大船に乗ったつもりで、安心して見ててくださいな。それでは、レッツラカジノ。あ、さっきのスネフがいる。
魔術はできても、カジノでは勝てないようです。さーて、邪魔者がいなくなったところで、精神統一を始めるよう。あ、やべ、ルール聞いてなかった。ちょっとたんま。あ、なるほど、南以外で針を止めればオッケーなわけですな。シンプルイズベスト。行くぞー。だやさてと、一番疲れにくい泳ぎ方って、確か平泳ぎだよね。うん、ここはみんなで将来の金メダリストを目指そうか。無事に帰れたら、かなり上達してると思うんだよなぁ。あっはっはぁ。今日はゆっくり休んで、明日はきっと、一日中泳ぎっぱなしだから。うーむ、怪しい。あのおじさんに頼んで、猫にしてもらいましょう。猫になれば、カウンターの奥にも入れるし、雑把の機嫌も治って、一石二鳥だね。カジノに負けて、早速仕事してるな。百歩へ。さて、行きますか。何か呼びました？あ。あれだけは本当の魔術ってことは、最初の空中に浮かせるやつは手品だったのか。騙されたー。それじゃあ、船内を自由に散策させてもらいます。お、漫才コンビ目。こっちの世界では、本当に漫才師になっていたのか。
宿まで行きます。猫もいいもんだな。こんばんにゃん。代わりに見に行ってあげよう。おい、スネフのじいさん。すぐに治ってんじゃねえか。カジノやる暇あったら、ゆっくりたちを探しに来なさい。あ、なんだ。お詫びの品を買おうとしてくれていたんだね。いい人だ。しかし、こんなイカ様だったとは。ゆっくりが負けるなんてやっぱりおかしいと思ったんだよねー。あっはっはー。寝ているうちに、ハンドルは没収と。さあ、これでもうファルガもイカ様できないからね。スネフのじいさんに、元に戻してもらいます。あ、そういうのあるある。すっ飛ばしてやるとなんか気になるんだよねー。ふう、やっぱり二足歩行の方が性に合っているようです。それでは、ファルガトリーベンジーマッチー、行くぞー。また来客中でしたか。本当は、スラッシュに危険な目に遭ってほしくないんだよね。お話が終わったようなので、カジノでもう一度勝負だ。
これって、絶対高校が有利だよね。あえて最初にアルファルガさん、男です。あっさり返してくれたね。だからファルガさん好きです。それでは、後編でまた会いましょう。ではでは、前回のおさらいから。後編に突入だぜ。無事にグランドスラムに突入できたので、賢者を探して視界への入り方を教わるよ。おお、いたいた。待てー。おーい。意外と足早いね。おっと、引っかかった。賢者戦です。賢者は、物理攻撃だけしてれば、簡単に倒せてしまいますが、エレメント攻撃をすると、強力なエレメントで反撃するので、うまくトラップを張って、戦力を上げていきます。今回は、ヘルプラントのエレメントを入手すべく、黄色系のエレメントで攻撃してみます。罠の準備完了。それでは、イシト君に黄色のエレメントで攻撃してもらいます。ちなみに、イシトの武器は、星の子から借りてきた、高性能のレーザー銃です。あれ？黄色のエレメントを使ったのに、ミルグリーンを使われた。これじゃあ、次の攻撃は黄色のエレメントじゃないか。どうなってるの？アルケマニア。しかも山猫が捻挫してしまったので、攻撃力がガタ落ちです。間違えて緑で攻撃。これで、反撃は黄色エレメントになるはずです。やっぱりそうだね。さっきのはバグだったのかな。
もうどうでもよくなったので、さっさと賢者を倒してしまいます。しかもヘルプラントじゃなくて、ウーハーを使ってくるとは、さすがは、賢者です。まだまだヘルプラントを諦めきれずに、黄色で攻撃。ダメでしたー。もう面倒だから倒すよ。だが、その前に行くところがある。ジャネスキター。今回は、スプリガン先生が変身できるモンスターで戦います。3連戦で、一度使ったモンスターは使えなくなるので、しっかりと考えていくよ。なんとなく、モベちゃん。ライフレスは決定。あとの一人は、スカールでいきたいと思います。
モベちゃん。弱い。では、ライフレスの即死攻撃で、牛ちゃんを葬ります。さようなら。あとは、雑魚二人だけなので、パイレッタとライフレスで始末します。第2戦は、みんな大好きビーチボーイ先生の、華麗な活躍をご披露します。あとは、エフトとカオスモンキーでいきます。まずは左側のバルを倒して、それからコウモリ、ポンコツ機械の順に倒します。あ、先生。壁としては、十分な活躍でした。ブラックホールで、あわよくば即死を狙います。さあ、これであとは機械だけになったので、強攻撃を連発してサクッと終わらせますよー。いやー、楽勝だね。これは。いや、まだ生きてるし、こっちが数的にも有利だ。嘘ーん。
カオスモンキーの攻撃力には期待できないので、エレメントをぶっ放します。はわわわわわわわ。まだだ、まだ終わらないよ。勝ったぞー。危なかった。最後は、主力をつぎ込むよ。ブックと、ニワトリス、そしてハリキューを投入します。まずは、スカイフレームが厄介なので、強攻撃連発で集中攻撃です。そしてモベちゃんですが、モベちゃんはこっちが攻撃するまで、何もしてこないので、そっとしておきます。すべて勝ち抜きました。この後、最高のご褒美が待っています。いいですとも。ジェネスちゃん、いらっしゃい。なんだかんだ言って、結構慕われてるんだね。
まだ誰も笑ってくれないんだ。かわいそす。スラッシュにとって、イレイネスはおばさんに当たるんだよね。うらやましい。まあいいよ、アジンたちのためにやってあげる。ぜひお願いします。やったね。これで次回から、だいぶ華やかになるよ。それでは、次回をお楽しみに。ではでは。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。